おはようございます。じゃあ今日は29歳さんで特製のトマトチーズリゾットでいいんですかね、大体多分 6.5 キロちょいぐらいになるんですけど、まああの何分で食べれるかなということで、まあ、チャレンジ形式となっております。はい、いやこれ結構重たいですよね。かなり重たいですね。一応あのご飯が4キロの、まあ、リゾットを作る時のスープが1キロで、ハンバーグが1キロの、まあ、チーズが500ちょっとぐらい、まあ、約 6.5 キロということです。かなり重たいものでございます。はい、次さん何分ぐらいだと思いますか？30分。じゃあお店からは30分以内を希望ということで頑張りたいと思います。では早速いただきたいと思います。
ちょっとあのカウントアップにしちゃったんで、多分20秒ぐらい30分から過ぎちゃったんですけど、一応30分という形で、まあ、挑戦みたいなのやってたんですけど、まあ、結果これぐらい残りまして、でちょっとさすがにタッパーだと入りきらないんで、ちょっとお皿もいただきましたんで、このまんま持ち帰って夜しっかりと食べたいと思います。正直リゾットはお米の数倍きついです。いや重かった。いや杉さん今日もありがとうございました。ごちそうさまです。じゃあゆっくり帰っていただきます。